ケンタッキー州の歴史では、現在のアメリカ合衆国ケンタッキー州に、イギリス人が植民地を建設し始めてから300年に満たない、歴史を解説する。その歴史は、地形の多様さや内陸にあることから影響されてきた。ダニエル・ブーンケンタッキー州となった地域に、前世時代にはアメリカ州の先住民族が住んでいたが、探検家や開拓者が1700年代に入り始めた、時、 この地域には、高級的な先住民族の定着地はなかった。その代わりに、北の小人族や南のチェロキー族によって、両場として使われていた。最初に記録に残された、この地域の探検は、1750年にトマス・ウォーカー博士によって導かれた、偵察隊であった。今日のケンタッキー州となった地域の大半は、1768年の、 スタンウィックストリデ条約と1775年のシカモア・ショールズ条約で先住民族から買ったものである。その後、アパラジア山脈から西では最初の開拓地が入植者カンバーランド渓谷やオハイオ川を経由して地域に入ることにより設立され移行休息に成長した。これら初期の探検家や入植者の中で最も有名なものがダニエル・ブーンであり、 伝統的にケンタッキー州創設者の一人と考えられている。しかし、オハイオ川の北にいた小人族はケンタッキーの開拓について不満であり、アメリカ独立戦争でイギリス軍と同盟して抵抗した。この頃、開拓者たちがこの地域に農業を導入した。タバコ、トウモロコシ及びアサが主な農産物であり、 先住民族の狩猟最終的要素と開拓者の生活はあまり差のないものになった。ケンタッキー州第2の都市で元州都のレキシントンは独立戦争で初めての戦闘が行われたマサチューセッツのレキシントンにちなんで名付けられた。独立戦争の終盤にここに砦が構築されイギリス軍や同盟先住民族に対する守りとされた。 ケンタッキーは独立戦争の戦場となり、最後の大きな戦闘の一つ、ブルーリックスの戦いは、ケンタッキーで戦われた。打ち続く、暴力行為のために、1776年までに、入植した人は200名足らずだった。1776年12月6日に、ケンタッキー軍が創設された後、軍の民兵隊が次のように組織された。1780年11月、 バージニアは、ケンタッキー軍を3つの軍、ファイエット軍、ジェファーソン軍及び、リンカーン軍に分けた。これらの軍の民兵士官は、以下の通りだった。ファイエット軍、ジョン・トッド軍副官及び大佐、ダニエル軍、中佐、ジェファーソン軍、ジョン・フロイド、軍副官及び大佐、リンカーン軍、ベンジャミン・ローガン、軍副官及び大佐、スティーブントリッグ、中佐1781年1月。 トーマス・ジェファーソン知事は、ジョージ・ロジャース・クラークをデトロイトに対する遠征隊のために特別に作られた階級である順将に任命したが、デトロイト攻略はならなかった。将軍としてのクラークは、ケンタッキーにおける民兵士官としては最高の位であり、ケンタッキー三軍の大佐たちの働きを監督した。ケンタッキー軍の住人がバージニアから離れたいと考えた理由はいくつかあった。 第一に、州都への旅は長く危険なものであった。第二に、先住民族に対して地元の民兵を攻撃的に使う場合は、バージニア知事の承認を必要とした。最後に、バージニアは、ケンタッキーの経済においてミシシッピ側に沿った交易の重要性を認識しなかった。ミシシッピ側過去を支配している、スペイン領ニューオーリンズ植民地との交易は禁じられていた。 ケンタッキー軍の人口が増加するにつれて、これらの問題が大きくなり、ベンジャミンド・ドーガン大佐は1784年にダンビルで憲法制定会議を召集した。それからの6年間に、この会議は9回開催された。そのうちの一つで、ジェームズ・ウィルキンソン将軍は、バージニア州及びアメリカ合衆国から脱退し、スペイン領の一区分になることを提案したが、この考えは否決された。 最終的に1792年6月1日、アメリカ合衆国議会は、ケンタッキー憲法を承認し、ケンタッキーが合衆国15番目の州になることを認めた。デビッドエイチ・バリー、1839によって、ケンタッキー州とテネシー州の地図、1811年暮れから1812年明けにかけて、ケンタッキー州西部は、 アメリカ合衆国本土で記録された中では最大とされるニューマドリード地震と呼ばれる一連の地震で大きな被害を受けた。これらの地震でミシシッピ川はその流れを変え、ケンタッキー局,局部ができた。ケンタッキー州は南北戦争中もアメリカ合衆国に忠実なままであったが、境界州でもあった。1861年8月5日に北軍に強く、 同調する新しい議会ができるまで公式には中立であった。州民の過半数も北軍同調者であった。1861年9月4日、南軍の将軍レオニダスポークがケンタッキー州コロンバスに侵入してケンタッキー州の中立を破った。南軍の侵入に反応した北軍ユリシーズ・グラント将軍がケンタッキー州パデューカに入った。9月7日、 南軍の侵略に起こったケンタッキー州議会は、フランクフォートの州議会議事堂に北軍の旗を掲げるように命じ、北軍への忠誠を宣言した。1861年11月、ラッセルビル会議が開かれ、南部の同調者たちがアメリカ合衆国からの脱退を目標とする第二州政府を作ろうとしたが、フランクフォートの正規の政府にとって変わることはできなかった。 1862年8月13日、南軍のエドマンド・カービー・スミス将軍が指揮する東、テネシー軍がケンタッキー州を侵略し、8月28日には、ブラックストン・ブラック将軍指揮するミシシッピ軍がケンタッキー州内に入って、ケンタッキー方面作戦を開始した。ペリービルの戦いの後で、ブラック軍が退却し、その後の南北戦争の間、州内は、 北軍の支配下に入った。ケンタッキー州は奴隷州だったので、レコンストラクション中は軍隊が駐屯した。解放奴隷局の支配下にあり、選任された役人の資産については、連邦政府の調査があった。1865年の選挙では、アメリカ合衆国憲法修正第13条の批准が大きな政治課題だった。ケンタッキー州は結局、 アメリカ合衆国憲法修正第13条、第14条及び第15条の批准を拒否した。民主党がこの選挙を制し、その最初の行動の一つは1862年の国外追放法を撤廃し、アメリカ連合国市民の市民権を回復することだった。戦後、クー・クラックス・クランはケンタッキー州で極めて活動的だった。 1867年から1881年までに、フランクフォートウィークリー・コモンウェルス氏は、黒人に対する発砲、死刑及び、鞭打ちを115件報じた。レコンストラクションは、黒人に対する平等な市民権と、婦人参政権を求める運動でもあった。著名な奴隷制度廃止論者、カシアス・マーセラス・クレイの娘、ローラ・クレイは、 婦人参政権運動の行動的指導者であった。ケンタッキーの朝産業はマニラ朝が世界でも主要な綱の材料になると衰退した。このことですでにケンタッキー州では最大の監禁作物であったタバコの生産量が拡大した。1899年に共和党公認でウィリアム・エス・テーラーがケンタッキー州知事に選ばれたことは 予想を覆す出来事だった。この選挙は現在までのケンタッキー州の歴史の中でも最も接戦となった知事選である民主党候補者ウィリアム・ゴーベルの支持者たちが選挙結果について異論を唱えた。ケンタッキー州上院は民主党議員ばかりの特別サ門委員会を設けた。この委員会がゴーベルに有利な結論を出すことが明らかになると テイラーの支持者たちが武装放棄した。1900年1月19日、1500名以上の武装市民がケンタッキー州議会議事堂を占領した。アメリカ合衆国は2週間以上、ケンタッキー州が内戦状態に移っていく様子を見守った。現職知事となっていたテイラーは戒厳令を宣言し、公式にケンタッキー州兵を指導させた。 1900年1月30日、二人のボディガードを伴っていたゲーベルが議事堂に向かう途中で狙撃手に撃たれた。ゴーベルは致命傷を負っていたが、翌日ケンタッキー州知事として就任宣誓した。ゴーベルはその傷がゆえで2月3日に死んだ。ゴーベル知事の死後4ヶ月近くの間、ケンタッキー州には州の失政責任者として機能する二人の役職者がいた。 知事であると主張するテイラーとゴーベル知事の副知事候補者でゴーベルが死んだ時に就任宣誓を行った JCW ベッカムだった。ベッカム知事はケンタッキー州の失政責任者を決定するために連邦政府の手助けを要請した。アメリカ合衆国最高裁判所は1900年5月26日に最終判決に至り委員会の裁定を指示して ゴーベルが事実上ケンタッキー州知事であるとした。副知事がケンタッキー州の継承順位にあるので、ベッカムがケンタッキー州知事となった。裁判所の判決が出て、すぐに、テイラーはインディアナ州に逃亡した。テイラーは後にゴーベル知事暗殺の共謀者の一人として告発された。テイラーを相関する心の、世紀の変わり目から第一次世界大戦の間に、 石炭産業が目覚ましい発展を遂げた。多くのケンタッキー人が特にアパラチア山脈地域で自給自足農から石炭交付に変わった。多くのケンタッキー人が州を離れ中西部の工業都市に働きに行った。同じ時期にドイツ人移民がケンタッキー州北部に広く入植した。第一次世界大戦が進行し、 反ドイツの感情が高まるにつれ、ドイツ人がいることが社会的な不和の種になった。ケンタッキー州はアメリカ合衆国の他の地域同様戦争中に劇的なインフレーションを経験した。多くの社会基盤が作られた。自動車への人気が高まるにつれて、道路が著しく改良された。戦争はケンタッキー州の何千エーカーもの森林が伐採されることにもつながった。 タバコとウィスキー産業が1910年代に流星を極めたが、アメリカ合衆国憲法修正第18条が効力を発揮し、禁酒法が経済に悪影響を及ぼした。禁酒法は密造種の広がりを生み、20世紀半ばまで続いた。ケンタッキーダムケンタッキー州はアメリカ合衆国や世界の他の多くの地域同様、1920年代、 遅くの世界恐慌の波及で大変難しい事態に直面した。失業が広がり経済成長はほとんどなかった。一方で、ニューディール政策は、州内の教育制度を大きく改善し、多くの社会基盤の建設と改良を促進した。道路の喪失電話線の不設及び電園地帯の電化は州にとって重大な発展要因となった。 ケンタッキーダムとその水力発電所は、ケンタッキー州西部の人々の生活を大きく変えた。カンバーランド川やミッシッピ川は、船の高校生と地水の点に大規模な改良が、加えられた。1937年1月に始まった、オハイオ川の洪水は3ヶ月間もあちこちを水浸しに、した。オハイオ州シンシナティの石油タンクが洪水で破壊された、時は、川が火の川になった。 ケンタッキー州では、ケントーン軍とキャンベル軍の3分の1が水に浸かった。パデューカ、オーウェンズバラ及びその他のパーチェイス地域の都市が破壊された。洪水の被害は当時の物価で国全体で2000万ドルに上った。このことがパデューカの特徴ある堤防をはじめ、パーチェイス地域の膨大なな治水工事につながった。第二次世界大戦は、ケンタッキー州経済にとって 工業の重要性を高め、農業の重要性を低める大きな役割を果たした。フォートノックスが拡張され、同時にルイビルの軍需産業が生まれた。ルイビルは世界でも最大の合成ゴムの生産地となった。ジェファーソンビルの造船所や、その他あらゆるところで多くの専門職を生んだ。ルイビルのフォード工場は戦争中におよそ10万台のジープを生産した。 戦争中や戦後には技術に対する需要が高まり、工学歴も大いに要求するようになった。ヘンダーソン軍のハズバンドキンメルは太平洋艦隊を指揮した。ハロッツバーグ出身の66名はバターン氏の更進を経験した。フランクフォートのエドガー・アースキン・ヒュームはローマ占領後にそこの軍政府長官を務めた。ケンタッキー州生まれのフランクリンス・スリーは伊王島に アメリカ国旗を掲げる写真に撮影された。ハロッツバーグ住人のジョン・サドラーは戦争捕虜として長崎の原子爆弾を目撃した。ケンタッキー囚人で7人が名誉勲章を受けた。戦争に30万6364人が従軍し7917人が戦死した。リベットコーロージーのモデルの一人、ローズウィル・モンローはプラスキー軍の生まれであった。戦後、 週間高速道路の発展で、ケンタッキー州の最も離れたところ同士でも、容易にアクセスが可能になった。農業は依然として重要ではあるが、多くの地域で工業にその場を奪われた。1970年までに、田園地帯の人口を都市人口が上回った。全体における重要さは落ちたものの、タバコの生産は、州経済の重要な部分を占めたままである。現在、 マリファナが最大の換金作物である。その栽培は違法であるが、田園地帯の至るところに植えられている。この地域に勝って蔓延した密造種文化の再来として見る者も,もいる。マリファナは法の強制で発見したり根絶するのが難しい。ケンタッキー州東部の丘陵地帯で広く栽培されている。1997年のノーマルによる研究では、 毎年80万本以上のマリファナが栽培され、生産者価格で13億ドルになると言われている。ありがとうございます。